わあ、狭い。でもこれ、こっちの堤防沿いの方が歩きやすそうなんですけど、こっちから行くとかなり大回りになりそうなんで、こっちに行かないといけないみたい。はい、進みますよ。もう2キロ切ってますからね。ちょっと気合いしましょう。こんなところは、いつまでも走ったことないな、こっちは。もう国道かあっちの方で抜けちゃいますもんね、滝っていうと。車で行くってなると、滝のインターの方から公共和国が今ビゾンがあるあたりとか、あっちになっちゃうもんな。こっちだとね。あ、こんにちは。あ、国道か。あ、案内出てきた。お、これあれか。アニクニじゃなかったな。え？何これ？お？エクニ？エクニ？これでエクニって呼ぶんや。へえ。これが読めんぞ。これはなかなか難読だな。あ、これエクニなんだ。へえ。また一つ勉強になりましたね。ええか。まあ、兄国からこう、あれですよね。略されてエクニやってるんですよね。それか、経緯からかな。あ、こんにちは。あ、経緯って読み方ができるから、経緯から永遠に変音と変形するか、可能性があるか。で、言っとったら、そこが大岡高校かな。はいはいはい。そのあたりですね。もうそのあたりのはずだもんな。あの、高校生レストランとかで有名になったところですね。で、ふぅ、もうちょっと。まだもうちょっとある。あ、でも近くにミニストップがあるから、イオン銀行下ろせるや。よし。オッケー。じゃあ全然問題ない。よし。あ、違う、あれ、大岡小学校らしいわ。あと、あの、駅前のあたりだと、あ、小学校、まあまあ、今日、でもまあ、どこもこれぐらいか。小学校ですね。公民館が一緒になってんだ。へぇー。地名で言うと何だろう、竹町大岡エクニ？滝郡滝町の、大久保なくなってエクニになるのかな？うん。さあ、折り返し点を過ぎましたね。もう、あ、あっち側の方が歩きやすそうやった。しまった。ああ、なんならあっち側渡っといた方がよかったんだ。しまった。垂れそうだ。よくあんまりしてダメだよ。そう。あと、あれじゃ小学校呼びなんでしょうね。まあね、横断歩道、ね、あの、横断禁止にはなってないんですけど、まあね、あの、良い子はちゃんと、あの、使うね、さっきのところね、まあ、お近くからね、ありますからね、
でもこっち渡ったんですか。これは正解は正解だね。あ、で線路が戻ってきた。でもずっと行ったらいいみたい。へえ。分かりやすい。あとね、やっぱしね、空気が美味しいんだよね。うん。これはすごいけど。すごいけど。うわ。あ、町内放送が流れてお家に帰る時間ですよと。こんな時間から撮影始めてるんじゃねえぞおめえと。